今日は久しぶりに石の話をします。そう考えるとこう運命共同体っていうか一緒になって出来上がってきたんだなっていう、いやこれこそ日本の国籍にふさわしいとなんか勝手に強く思ってしまいました。よしよし、皆さんようこそ。よしよし、今日も石のお話です。翡翠、日本の国籍、漢字ではこう書きますね。この翡翠のお話、これがとっても不思議な来歴といいますかね、ミステリーに包まれているんですよ。まあ、あのプレートテクトニクスの宝石といいまして、プレートの沈み込み帯でできる石、そして日本では縄文時代から人々に大切にされてきました。あの勾玉ですとか、まあ、首飾りにする石として古墳からもたくさん遺物として発掘されてます。そしてあのその縄文時代のですね、そうそう、日本全国に広がったばかりか、一部は朝鮮半島の方にも渡っていったという、まさにこう日本を代表するような石なのですが、なぜか奈良時代になってその表舞台から姿を消してしまうんです。人々からだんだん忘れ去られていって、再発見されたのはそれから1200年も経った20世紀に入ってから、そんな時代になってからなんですよ。何が起こったのか、まあ一つにはですね、その奈良時代に仏教が入ってきた、これが原因じゃないかという説もあります。やはりその新しい思想が入ってくる、新しい生活様式も入ってくる、それまでの何か古い思想というか大事にしていたものの上にこうなんか上書きされていくのかな、大事にされるものがこう変わってきたんじゃないかなっていうふうに、そういうふうに推論してる方もいらっしゃいますね。いやでもそれにしてもあんなに大事にしてた綺麗な宝石なのに、でその忘れ去られている間には糸魚川の流域の方もその翡翠を漬物石にしたりとか、屋根の重しにしたりとか、あるいはあの堤防のその石垣に使ったりとか、なんかそんなことに使っていたんだそうですね。誰も気づかなかったんだというのが本当に不思議です。で、大正から昭和の初めにかけて考古学上の謎として、じゃあその日本で発見されているその古代のあの翡翠は一体どこから来たんだ、しかもこの硬いものをどうやって加工したんだっていうのがこう論争になり、まあ国内にあったんじゃないか、いや国外からだっていうのがこう非常なこの論争になって決着がつかなかったんですね。でそんなところで登場したのが相馬漁夫という一人の詩人でした。この方はですね、春よ来い早く来いとか、あの都の西北、あの早稲田の校歌ですね、そういうものを作詞した作詞家の方なんですけれども、あの、まあ、途中からその糸魚川の方に帰られてそこで暮らしてらして、その古代の伝説とそして万葉集から、いやこの糸魚川近辺で翡翠って取れてたんじゃないかという、そういう説を立てるんです。この万葉集の中にですね、沼川姫、この沼川についてのその歌があるんですね。沼川の底なる玉、求めて得ましたまかも、ひりいて得ましたまかも、新しき君がおゆらく推しも。沼川っていうところにその沼川姫と言われる姫がいたと、これはあの古事記にも登場するまあ伝説といいますか、そういう姫なんですけれども、その姫のことを歌った歌じゃないか、沼川の底に美しい玉があった、それはあの求めて得た玉なのか、まあ、拾ったのか、まあ、それにしてもその美しい君が、その沼川姫が老いていくのは惜しい、悲しむべきことだっていうふうに歌われたその沼川姫、その伝説、そしてこの万葉集の歌から沼川、この姫と関係あるこの地域に玉、玉、この翡翠があったんじゃないか、
そういう説を立てられるんですよ。でそれに基づいてじゃ あの探してみようということでいろんな方が動き出す、動き出してついに発見される、そのあたりをミステリーの短編小説にしたのが松本清張さんです。この旅路というこの短編集の中に万葉翡翠という物語が入っているんですけども、それがまさにその物語なんですね。この万葉翡翠というこの短編ミステリーの中では、その考古学の先生がその今言ったような相馬漁夫が立てたような仮説を学生たちに披露して、だからここにあるかもしれないから探してごらんとこう学生を派遣する。でそこで、殺人事件が起こったりいろんな事件が起こったりするわけですけれども、実際に起こった翡翠の身の上に起こった実際の話をこんな風にアレンジして現代のその時点でのミステリーに仕立てる、そして読ませる、面白く読ませるというこの松本清張さんってやっぱりすごいなと思いました。短編ですし、そのいきさつというのが分かりますので、これぜひ読んでほしいと思いますね。で先ほど言いました相馬漁夫の仮説に従ったように、そこで発見されたのが戦後間もなくと言いますかね、そのあたりなんですけれども、不思議なのはこの相馬漁夫さんはその後一切この翡翠については触れなかったんです。これなぜかってそこも謎になっています。だって私だったら自分がこんな風なことってあるんじゃないってもし言い出しっぺだったとしたら、ほらほらやっぱり見つかったでしょって私が最初に言い出したのよって絶対言いますよ。だけどおっしゃらなかったの。一つにはこれもこの本によりますと、例えばそうやって日本の古来からの大事な石がそこで見つかった、そのことが何かこうその当時の戦意発揚と言いますか、なんか日本人としての意識を高めることに利用されることを嫌ったんじゃないかという説もあるようですね。でもこの6億年の歴史を持つ日本列島と本当に運命を共にするというか同じように誕生してきたこの翡翠がなぜかその歴史から表舞台から去り、でもまた最近発見され、そして日本の国籍としてまた新たに見直されているというのは、もう石好きとしてはたまらなく楽しいお話です。もう一冊だけ紹介してもいいですか。さらにその先の話がこの堀秀光さんの楽しい鉱物学という話には披露されています。沼川姫というのは古紙の国の姫でした。古紙というのはもしかすると菓子とか櫛というふうにも言われたんじゃないか。そうするとその言葉の響きからシルクロードの果ての方までつながっていくんじゃないか、シルクロードっていうのはもしかしたら玉を運んだ道じゃないかと、さらに私たちの空想を遠くまで引っ張っていってくれるような仮説がこの中にも込められています。私はこの堀さんのこの本に出会ったことがこの石への興味を持つ大きなきっかけになったんです。そのことをね、もう改めて最近またこれ読み直して思い出しました。そして前回からいろんな本をご紹介しましたけれども、その石と物語と、そしてまた歴史といろんな楽しみ方があります。ぜひ皆さんも石の世界へ一歩踏み出してください。楽しかった。よしよし、いかがでしたでしょうか。ちょっとねごたごたしましたけれども、翡翠のお話、今回ももし楽しんでいただけたら嬉しいです。番組への登録と高評価をぜひよろしくお願いします。コメントもどうぞお寄せください。ではまた次回お楽しみに。よしよし。